皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は2月19日月曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。ジャングルブギーが流れる中、最上段から障子を破るいたずらをしちゃう愛子。ここにもたくましく生きる女性が一人。私は女豹だって歌いながらやってたのかも。今日の回の冒頭で昭和24年とテロップが出たので、先週ラストの昭和23年から1年後だよね。愛子ちゃんは昭和22年5月生まれで、先週は1歳だった。つまり今日は2歳だけど、子役さんは6歳らしいので成長著しい。ってことはこのまましばらくは今の愛子ちゃんで進むのかな。鈴子は自分が見てないとダメって言ってるけど、愛子は母親がいないとダメなわけでもなく、実は預けた方がうまくいくタイプ。鈴子は自分がいないとダメと言いつつ、実際は自分こそが愛子がいないとダメだという認知の歪みパターンかもね。六郎や愛助さんなど、鈴子は大切な人が天国に旅立つ時にそばにいられなかった。だからこそ愛子と片時も離れたくないんだろうね。また失ってしまうような不安に襲われてしまうんだと思う。実の親から手放されたという経験も関係してそうだよね。愛子を人に任せないのは愛助さんの言葉もあるしな。その子と一緒なら何があっても生きていけるはずや。でもこれはべったり一緒にいるというわけではないかもよ。鈴子は一瞬でも離れないという意味に捉えている感じがあるんだよな。好奇心旺盛な愛子ちゃん、キラキラした目は愛助さん譲りかな。これからいろんなことを経験して夢を叶えていってほしいな。愛子、子供たちと一緒だと特に乱暴でも何でもないから、単に一人だとつまらなくてエネルギーが余ってるんだろうな。愛子にしてみたら撮影所は大人ばかりで、自分を見てない人ばかりのところだから、いくら面倒見てくれると言っても子育てに慣れていない男性では退屈だろうし、お母さんのところに行きたくなるのも無理はないよね。なんで鈴子はそこまでして自分のそばで育てたいんだろうと思ってたけど、梅吉とつやにそう育てられて鈴子自身も幸せだったからか。でもあれは広い目で見れば花湯みんなで育てるだったから、鈴子もそれを思い出してほしいな。他者を入れても自分で育てるはできるはず。鈴子本人はきちんと仕事して子供をスタッフに預けることも遠慮してるし、周囲も最大限配慮しようとしてくれてるんだけど、結果として歌手が女優業に手を出して子連れで撮影所に来て、スタッフに面倒を見させた挙句撮影スケジュールが崩れて大迷惑という受け取られ方になるんだろうな。タナケンが演じるダメな夫、生瀬さんのひょうきんキャラが炸裂してて表情だけで面白かった。前回の舞台の時もそうだけど、最初から最後までタナケンの演劇を見てみたいって気持ちになるよ。マリさんも面白いよね。普段は音楽ばっかりの羽鳥先生に呆れてる様子なのに、羽鳥先生が現実逃避をしてると叱りつける。結局音楽に没頭してる羽鳥先生が好きなんだよね。生まれ故郷で一からやり直したいという太子ちゃん、やっぱ鈴子に甘えちゃうかもという気持ちもあったのかな。梅吉と同じ、そして戦中に出会った旅館の中井さんとかぶる。でも太子ちゃん元気になってよかった。頑張って太子ちゃん。このくらいが一番手がかかるという太子ちゃん、辰彦がそのくらいの頃って戦時中よね。きっと本当に大変だっただろうに、その頃のことを思い出し穏やかな表情の太子ちゃん、辰彦への愛情が垣間見える。子供たちと一緒に青い山脈を大合唱する羽鳥先生、よく見るとピアノの上にメッテル先生の写真が。売れっ子作曲家になっても音楽の師匠のことは忘れてないっていう羽鳥先生の人間らしさというか義理堅さが垣間見えたな。動き回る幼児の危険さ、本当に目を離せない、それを他人が担うのは簡単なことではない。大げさでなく命に関わる、子どもの安全を考えた環境で預かってもらえる保育園のありがたさを改めて感じた。映画の撮影のシーンを見てたら、あの舞台の時よりも田中健と鈴子の掛け合いがスムーズにいってるのがいいね。二人の間に信頼関係が築かれてるんだな。ノリノリで障子を破ったり、粉をぶちまけて大爆笑したり、叱られて口を尖らせながら「ごめんなさい」と言ったり、怪我をしてしょんぼりしたり、この15分でいろんな顔を見せてくれた愛子のアピールというか豊かなキャラクターに心を奪われたよ。子役さん名女優になるだろうね。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕も全て読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下、説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。